はい、昨日例えば大阪行ってきてね、で一応ね、いつものじゃなくて成功へのコロナ禍ってね、公演やってたんだけども、結構評判良くてさ、でまた、ね、夜大盛り上がりになっちゃって、あれだったのよ。いろいろね、考えてんだよ。でね、今これ自然ってあるよね。で自然ってさ、よくみんな勘違いするんだけど、自然ってね、ダメなんですよ。で自然が要するに大事だっていう人いるんだけども、自然ってね、自然に自然を維持できないんですよ。自然は必ず崩壊することになる。例えばあれでしょ、オンサイトの人たち見たら分かるけどさ、ね、ほらアパートのさメンテナンスとか行くよね。草ぼうぼうのとこあるじゃん。あれってどうする、ね、草買って、で普通に、ね、維持しとくとそのまんまぼうぼうになっちゃってさ、要するにダメになるよね。で林とか森もそうなんですよ。切ってそのまま自然に放置しとくと全部ダメになるんですよ。で、要するにね、地球の中ではダメになる方になっちゃうわけで、物事自然っていうのはね、全てダメな方向に行くようにできてるんですよ。だから努力して、要するに維持するためにいろんな手を打つこと でそれで初めて、要するに自然ってね、要するに、人が好む自然って作れるわけ。これ海もそうだな。要するに魚をどんどん取るんだけども、でも魚取っちゃったらさ、魚っていなくなるじゃん。じゃあ通常のさ、要するに魚のさ、要するに要するに、生殖考えてきた時に、やっぱり何かを足していかないとね、魚って維持できない。あと水もそうだよね。で今回要するに被曝のさ話があってさ、これって自然破壊になっちゃってるわけじゃん。でもね、自然破壊って言ってもあの中のセシウムとかいろんな物質っていうのはさ、ね、地球上にあるものなんですよ。でね、地球上にあるものだけど、毒になるものもあれば、要するに液になるものもあるわけじゃん。で本来は要するにね、そういう自然の中にある物質をいろいろいじってさ、で要するに化学を使っていろいろ利用するような形になってるわけじゃない。でね、人間もそうなんですよ。自然、みんな自然になってみな働かなくなるよ。うん、自然で要するに、なったらね、大体普通人間ってさ、たまにね、外にうろうろしてる人いるじゃん。で、あとこの界隈で行くとさ、要するに、福富、なんだっけ、あそこはどうなんだっけ、アルエリアね、のとこにさ、うろうろしてる人いるじゃん。あれが自然だから。だって朝起きたら、ね、要するにお腹減ったらさ、ゴミ箱漁ってりゃいいんだから。ね、働きなくなったら、ね、日雇いでいいんだから。でそれで生活できちゃったら、それでいいと思えばそれでいいんですよ。でほとんど人間の本質ってそこにあるわけだから、どっかの段階で人間ってダメになるんですよ。僕もそうで、要するにみんなそうですよ。人はね、そのまんまにしとくとダメになる方向に、ダメになる方向に行くの。だからみんなそう思わない？例えばさ、朝さ、あ、辛いな、ね、今日どうしようかな、あ、いいや、お腹痛いことにしちゃおうか、ね、あ、いいや、熱があることにしちゃおうか、でそれで休んじゃうんだよ。でそうするとさ、あ、なんとなくさ、あ、これで通じちゃうんだなと思うと、だん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 人間ってダメになるよ。で体がだんだん悪くなるので、悪くなったと思ってるから悪くなるの。 でもね、本来人間ってね、まずそういうね、物事の考え方から直していかないとダメだってことね。仕事もそうじゃん。で黙ってれば仕事なんて能力ね、向上しないですよ、ね、でも周りの人たちがさ、どん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 、ね、育っていくから、要するに自分もやっぱ育たなきゃいけないなと思えば、それなりに自分が努力するから人間って良くなるんだよな。だからさ、みんなダラダラしてみな、ね、ずっとだらけててみな、ね、会社なんかなくなるよ、うん、要するに会社もね、黙ってると自然のまんまに任せると必ず会社もなくなる、ね、要するに自然の力っていうのは実はね、人を育成するとか、ね、自然を保護するとかいう方向に行かないんですよ。全部が要するにダメにする方向に動くってこと、ね、だから自分自身もダメにならないようにしなきゃいけない。ね、自然もそう。要するにさ、自分たちが望む、ね、自然の姿ってあるよね。それはやはり、ね、それに基づいて手を打つから自然って作れるわけだ。僕は今、ね、長崎に、ね、島持ってるよね。まあ去年もちょっとの変なもつられちゃ困るからさ、見てきたけどもね、木がね、もう生い茂ってるわけだ。あれ、もともと木なんか植えてなかったの。あれ、なんでかって言うと、ね、長崎市が、ね、木を植えた、ね、要するに自分たちが育てたい木を植えてから今木が育ってるわけだ、ね、あとね、うちの島にはさ、牡蠣がいっぱいなってる、
ね、あとは真珠の養殖場がある。でそれはなんでかっていうと、人が真珠を育ったり牡蠣を、ね、育ったりするから、要するに育ってるわけじゃん。自然にはならないですよ。だからよく自然の恵みだって言うけどさ、自然に恵みはね、自動的になるもんなんや、ね、食物もそうですよ。自然に任せてたら美味しいものできないですよ。だから、ね、常に自然を利用して何かを考えていくってことで、人もそうなんだけど会社もそう。で要するに自然に任せちゃダメなん、ね、だから自然に任せるってことは全部ダメになるよ。だ例えば会社の中で、ね、自然っていうのは何かって言ったら動かないってこと、ね、動かないこと自然なんだから。だから動かないことを中心として要するに物事組み立てると人間ダメになりますよってこと、会社もダメになりますよ、お客さんもダメになりますよってこと。だから常に前に動く努力しないと要するに自然な形は作れないよってこと、ね、で例えばさ、自由を求めてる人よな。例えばいや不動産投資やりたいんですよ、ね、で不動産投資やる、ね、いやじゃあやってみたい、ね、何のためにやるんですか、いや自由な時間が欲しいんですよ、ね、自由に使えるお金が欲しいんですよ言うよね。じゃあそれ達成したらどうなの。うちのお客さんいっぱいいるよ。要するに別に働かなくても要するにお金があって自由な時間が作れる人いるじゃん。この人たちじゃあそれを手に入れたからといって果たしてね、要するにそのまんまぼーっとしてるかってこと。人間ぼーっとできないようにできてるんですよ。僕もね、前職の会社退職した時には、ね、不動産もそこそこ持ってるし、まあ、家賃で食えるぐらいになってたから別にね、働かなくていいわけ、ね、でもさ、パツッと、あ、そういう人生送りたいなと思ってさ、ずっと努力してきた、ね、でも41歳でそれになっちゃったらいけないよ、やっぱり。そう、41歳でさ、まあ、僕の場合は本書いたりするできるから、まあいいや、もうね、会社辞めちゃったって本かなんか書いて、講演かなんかやってね、立ち話してお金もらったらいいやなんて思ってたんだよ、ね、でもさ、やっぱね、満足できないんだ、ね、人間ってそういうもの、要するにさ、求めるものはね、要するにどんどんいろんなものを求めるんだけども、さらにまた求めようとする。だから人間って成長するんだよってこと。だからね、本来の自分たちが求めてる姿っていうのは実は楽なことじゃないんですよ、ね、かといって辛いことでもないんですよ。一番大事なことってのは自分の体の中にあるものなんですよ、ね、例えば風邪薬飲むと風邪治るでしょ、ね、でもそれはさ、どっかの機能を麻痺させてるわけ、ね、麻薬する人いるじゃん、ね、麻薬してヘラヘラする、まあ、僕もね、酒飲んでヘラヘラする時あるわ、ね、それはさ、酒の作用じゃないんですよ。実は体の中にある、ね、物質が何かの反応で動くから、ね、酔っ払っちゃったり、ね、ヘラヘラしたりするようになるよな。これ実は体の中にある物質なんですよってこと。だから本来の姿っていうのは、ね、全てそう、外部の環境によって自分の、ね、内部が変革が起きるわけ。だから逆に言うと、そんなものを使わなくても自分の体の中にあるものだから変革を起こすことが大事。だからいつもいつも自分に対して刺激を与えることね。それで初めて充実感とか出るわよ。で成功っていうのは充実感だから、ね、だから物質的な要素じゃないの。だからみんなね、ちょっと自然だとかそういうものをね、いろいろやってるけども、だけどね、本来の姿っていうのは自然にいると自然にダメになる方向になるんですよってこと。だからいつも毎日同じことをやってる人たちっていうのは自然にいるわけじゃん。でもね、これはね、ある意味衰退を意味するんですよってこと。だから、いつも前に進むようにしないといけないと。自然のまんまじゃダメですよってこと、ね、ぜひそういう頭を持ってね、今はさ、やってること自体がね、要するに自然じゃないからさ、常に努力して刺激を与えていかないと、ね、これ上司に対しても部下に対してもそう、常にね、要するに刺激を与え続けること、これがね、人を成長させる糧ですよってこと、ね、そうすると、要するに怠けようとかさ、自分の中でね、楽しようとかいうふうに思わなくなるよ、うん、ぜひね、ちょっと思考回路変えて、ね、まずね、今あるものをもう少し考えながらさ、ね、また先、ずっと考え続けて行動する方がいいと思うな。まずそういうふうに思ってください、ね、お願いします。以上。